ねえ約束だよ、かけがえのないステージを。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語。皆さんこんばんは。アイドリープライド一ノ瀬玲役、結城萌子です。今年もあなたの心をわしづかみ、赤崎心役、豊崎あきです。はい、この番組はメディアミックスプロジェクト、アイドリープライドを様々な角度からアプローチ、その魅力を私たちがプライドをかけてラジオの前の全マネージャーさんにお届けしていきます。はい、先週に引き続き、今日はね、萌子ちゃんと豊崎2人でお届けしますが、引き続きと言いつつ今日はなんと1月1日、マネージャーさんに言っておこうか。はい、マネージャーさん、明けましておめでとうございます。やっほー、ハッピーニューイヤー。パチ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 。みんな簡単から、これ元日からもう聞いてくれてるの？聞いてくださってるんですか？大好きじゃん、アイプロのこと。ありがとう。ありがとうございます。嬉しいですね。今年もテンション高くいきましょう。はい、今年の目標なんかあります、萌子ちゃん？今年はですね、なるべく筋力をつける。筋力、お金？あ、筋、あ、筋肉の方です。マッスルの方。はい、マッスルの方です。ごめんごめん、なんかもうちょっといやらしいこと言っちゃって、新年早々すいません。そうもないです。マッチョの方のね。マッチョの方の筋肉の方ですけどね。はい、どうして、また。前ジムに行った時に、こういろいろこう検査じゃないですけど、いろいろこう数値とか測っていただいて、その時に、全く筋力がないですねってこう言われてしまって、あ、これからライブあるのに筋力ないと大変だなと思って、ちょっとあんまり筋トレはしないんですけど普段、なんかね、YouTube とかにあるね、某芸人さんのやつとか、ちょっと見てみようかなって思ってます。じゃあ何、もう今年の萌子ちゃんはパワーみたいな感じになるの？楽しみ。いやーって、いやーまではいやーまではいかないでいいかなっていう気はする。はって笑う感じね。はって笑う感じ。いいですね。楽しみ。豊崎さんは何かありますか？じゃあ私は逆に、筋肉は割とすぐついちゃうタイプだから、はい、柔軟性、体を柔らかくしていきたいなと思う。つまり私たちはフィジカルを大切にしていきたいという目標でございました。はい、2023年はそのような感じで頑張ります。今の健康第一でいこう。はい、それでは私たちが紡ぐストーリー、どうぞ最後までお付き合いください。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語、レッツゴー、ファイオー、エイ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 オー。改めまして、こんばんは、結城萌子です。豊崎あきです。まずはこちらのコーナー、私たちのワンクエスチョンワンアンサー。アイドリープライド公式 YouTube にアップされているキャラクター一問一答動画に倣って、私たちも一問一答に挑戦、マネージャーの皆さんにより私たちのことを知っていただこうというコーナーでございます。はい、前回は萌子ちゃんが私に質問をくださったので、今回は私が萌子ちゃんへの質問をムキムキしていきたいと思う。マッチョになっちゃった。そうだよ。ちょっとね、早速いきたいと思います。はい、萌子ちゃんのワンクエスチョンワンアンサースタート。1つ目、チャームポイントは？目。最近笑ったことは？芸人さんの YouTube ライブ。どんな願いも一つだけ叶えてくれるとしたら何をお願いする？心が読めるようになりたいです。私のことどう思う？豊崎さんは大天使様です。じゃあここ5問目は私が個人的に萌子ちゃんに聞きたいことなんですが、はい、ちょっと気が早いけど、2月のアイプラライブへの意気込みをどうぞ。パワーはありがとうございます。
あれだよ、マネージャーの皆さん、これは誤解のないように、これは言わせていただきたい。私が言わせてるわけじゃないからね。そうです。割と本人がね、本人の希望で。ノリノリ、ノリノリで来てくれてる感じだからね、みんな。こういうところから、こう、筋力をね、意識していこうと思ってます。心の筋力を、心、メンタルもね、筋力大事だから。はい、ということで、一問ずつね、振り返っていきたいと思います。割と即答タイプだったね。すっとこう。うん、とかいう感じじゃなく。なんか、って言っちゃいそうになったんですけど、うん、ちょっと、頭の中に、さっきの、パワーとか、そういうのが、筋肉いた。筋肉頭の中小さい筋肉がいた。筋肉ちょっと頭の中にちらついて、即答してしまいました。素晴らしいです。じゃあ早速、ちょっとチャームポイントはという質問に、ね、と答えましたけども。はい、これは、ですね、うん、チャームポイントって聞かれて、うん、チャームポイントってなんだろう、私わからなくて、ちゃんとした意味が。こう、なんか調べたら、うん、その人の最も魅力的なところとか、うん、また人を最も引きつける部分っていう風に書いてあって、うんうん、難しくないと思ったんですけど、自分じゃわからないので、家族とお友達に聞いて、うん、一番多かったのが目だったので、目って答えました。あまり自分もよく分かってないんですけど。いやもうね、それはチャームポイントだよ。間違いなく。そうですか。いやもうチャームポイントいっぱいあると思うけど、確かに萌子ちゃんのね、パッチリお目目はとっても、私も最初だって、第一印象、なんとお目目がパチクリして可愛らしい子なんだろうって思ったもん。もう嬉しいです。ありがとうございます。フェイスに対しての愛の、大きさが、やっぱね、すさまじく憧れる。いやいやいや、本当に可愛い。いや、ありがとうございます。ね、もう、ここを何回も巻き戻して聞こう。では、二つ目、はい。最近笑ったこと、芸人さんの YouTube。そうなんですよ。うん、女性の芸人さんの、渡辺直美さんの、うんうん、YouTube ライブがすごく好きで、うん、この間久しぶりに YouTube ライブがあって、うん、はぁ、面白いなぁと思って見てたんですけど、うんうん、なんか、本当に、お友達のような、うん、すごくフランクに話してくださって、うん、もう、本当にお隣で、話してくれてるような感覚で、なんか一人で見てるんですけど、うん、一人じゃないんだなっていう感じで、こう一緒にご飯を食べようっていうライブで、らら一緒にご飯を食べたりして、うん、すごいニコニコ笑顔になりました。嬉しいね、うん。私も大好き。なんかメイク動画とかでもね、すごく参考になりますよね。めちゃくちゃ、しかも面白い、ね、面白い。めちゃめちゃ面白いね。なんかやっぱね、すごい憧れるよね。かっこいいしね、おしゃれだし。なるほど、はい、いいですね。ではでは3つ目の、どんな願いも一つだけ叶えてくれるとしたら何をお願いするという答えに、心が読める心が読めるようになりたいです、うん、能力が欲しい、能力が欲しいですね、うん、なんでなんですかね、なんか、うん、この間親戚のワンちゃんをお家でちょっと預かってて、うん、私の顔とか手とかをすっごい舐めてくれるんですよ、うん、ワンちゃんが。かわいい、かわいいんですよ。で、私がどっか行こうと、こうテクテクテクって歩くと、ワンちゃんもシャ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 ってこうついてきてくれたりとかして、で、心が読めたりとか、あとお話できたら、すごくもっと楽しいのになぁと思いました。なるほどね、はい。動物の心が読めるようになりたいです。お話コミュニケーション。では4つ目。これはもう、なんか申し訳ないのだけど、いやいやいや、もう2回目だから、2回目ですけど、私が言わせてるわけじゃないからね。違います。私のことを大天使のように思って、はい。大天使様ですね。やだ、もう、なんでっていうのもあれだけど、いやいや、もうなんかありがとうね。いや、多分豊崎さんが思ってる以上に、多分大天使様って私思ってると思います。でも多分萌子ちゃんが思ってる以上に、私マジ1億人ぐらいいる普通の人よ。いや違うんですよ。どうしよう、幻滅されちゃったら。お会いする前から、うん、もともと天使だなと思ってたんですよ。天使様だなっていうふうに思ってたんですけど、浮いてた、ちょっとパタパタしてた、はい、ちょっとなんか3ミリくらい足が浮いてたんで出ちゃってた、その感じ。あら、隠しきれなかったかなんですけど、実際にお会いした時に、うん、私すごい覚えてるのが、うん、初めて
あの星見の十人でステージに立たせていただいた幕張メッセかな、はいはいはい、のイベントがあって、うんうん、その時に豊崎さんもいらしてくださってて、うん、岩井さんと司会やってやらせてもらってた時かな。 あの高垣さんとかもいらっしゃってて、その後に多分別のライブが あって、あの行ってたやつなんですけど、うんうん、その時に多分2回目ましてっていうんですかね、こう、うん、初めましての次にお会いする時で、その初めてのパフォーマンスの前、こうみんながこう舞台袖ですごい緊張しててわーってなってる時に、豊崎さんがこう10人1人ずつこう肩をポンポンってやりながら、こう大丈夫だよとか、こううまくいくよ、緊張してるとか、もう一人一人に声をかけてたのを私すごく覚えてて。本当、はい、やだ、私すごいマネージャーズラじゃん。もうやだ、その時からマネージャー見てちゃってる。もういや、もう元祖マネージャーさんみたいな感じですよね。だからもうお会いする前から天使様だなって思ってたんですけど、あ、これは違うな、これは大天使様だと思ったんです。その時なんかでもファーっと昇格したんだね、そこに。昇格というか私の認識が誤ってたっていうだけなんですけど。いや、嬉しいです。はい、多分マネージャーさんももうみんな多分首が取れちゃうくらいこう今うなずいてると思います。いや、そんなことで、みんなちょっと半笑いだよ。もう、そして5つ目はね、これちょっと気が早いんですけど、2月にアイドリプライドまたね、はい、単独ライブを発表しておりまして、それにも萌子ちゃんはもちろん、はい、サニピとしてね、はい、準備を進めているところだと思いますが、はい、ちょっと意気込みを聞いてみました。はい、そうですね、あの多分2月のライブはあのものすごく楽しんでいただけるライブなんじゃないかなと思っていて、もう、そうなんです、練習もこの間から始まって、うん、ああ頑張ろうとか、多分マネージャーの皆さんも多分すごく楽しみにしてくださってると思うので、うんうん、ね、あのみんなで力を合わせて素敵なライブにしたいなと思ってます、うん、やっぱこうゲームがね、こう稼働してからまたどん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 曲も増えてるし、ね、みんながこうマネージャーの皆さんがどんなパフォーマンスでどの曲で来るんだろうっていうワクワクもね、はい、増えてくるわけだし。そうですよね。いや、もう楽しみにしててください、ね、私も楽しみです、うん、はい、というわけで以上、萌子ちゃんのワンクエスチョンワンアンサーでございました。それではここで一曲の前に、オンエアするアイプラ楽曲の歌詞をテーマにトークセッションをしていきます。今日、オンエアするのは永瀬琴の川崎桜、天童類、神崎梨央が歌うそれを人は青春と呼んだという楽曲でございます。はい、リーダーの曲ですね。リーダーズさんたちの、もうね、このユニットのリーダーたちが集まって、うんうん、という夢のコラボ楽曲だったわけですけども、はい、はい、ちょっとね、では萌子ちゃんの、ね、はい、歌詞の一部が書いてあるリリック字を弾いていただきたいと思います。ティンティティン、青春を探して、ほーです。なるほど、青春を探して、あ、これもうね、冒頭の歌詞かな、これ、うん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 、もう早速出てくる、はい、青春を探してという歌詞でございますが、はい、はい、青春を探してというトークセッション、どうですか、萌子ちゃん、青春。うん、青春はですね、うん、一応こう、私部活動を、うん、あのやっていて、うん、それがこう自分の中でなんかすごくこう今の自分につながってるなっていうものだったんですね。あのすごく厳しくて、うん、部活が、何部だったの？あ、吹奏楽部だったんですけど、うんうん、もう運動部以上に厳しくて、もうお休みも本当になくて、うん、ずっとこう朝から晩まで練習っていう感じだったんですけど、うん、あ、楽器はフルートを担当していました。あ、素敵。でも難しそうだね。ちょっと難しいですよね。でもその時はなんかちょっとあの、もうちょっと休みたいなとか、うん、あのもうちょっと練習なんか先生優しくなんないかなとか考えてたんですけど、うん、今思うとすごくそれが自分の財産になってるし、うんうん、こうちょっとなんかなんだろうな、大人の方からちょっと厳しいこととか言われても、うん、割と私多分心が結構タフなので、うん、なんかそんなにはいっていう感じで受け止められるのが、うん、その部活のおかげだったなと思うんですけど、うん、でも今のこのアイプラのこう
みんなでこうリアルのライブの練習してる感じとか、うんうん、こうみんなとこうお話ししてる感じとか、もうまさに今も青春だなって思ってます。なんかこうサニピのこう5人で集まってリハとかするっていうのもさ、はい、どう楽しい？すごい楽しくて、うん、サニピは多分私の勝手なイメージなんですけど、うん、あのサニピの練習は文化祭の準備してる感じ、なんですよ。こうわちゃわちゃしてるんですよ、ずっと。一番ワクワクする時間じゃん。そうなんですよ。まあ他のグループの方はもしかしたらね、もうちょっとこうキリッとしてるかもしれないんですけど、おう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 、サニピは本当に空気が本当に柔らかくて、うん、みんないつもははーって笑いながら練習してます。そうかそうか、楽曲自体もね、うん、なんかみんなで笑顔になれる楽曲も多いし、はい、うんうん、いいね。でもそのみんなでこう楽しく笑いながらリハをやってる感覚っていうのが、うん、多分ステージでも出て雰囲気が、それがやっぱお客さんに伝わって笑顔が連鎖してるみたいなのがなんかサニピの良さなんだろうなって思うから、嬉しいです。ね、2月も楽しみだね。楽しみです。ますます楽しみになった。豊崎さんは青春を過ごして青春ね。あのなんかさ、こういうこの声優のお仕事とかってさ、はい、もうまさにもう今萌子ちゃんが言ってたみたいな、はい、このいくつになっても大人になっても何度でも青春を追体験できる結構なんて言うんだろうな、特殊な、はい、そういう意味では、うんうん、お仕事っていうかね、なんか何度も何度も学生に戻って、うんうん、まあ、演じる中でね、はい、青春時代とか部活をやったりとかっていうのを追体験できるじゃない、はい、なんかそれがすごい楽しいなと思ってて、うん、まあ、この仕事の魅力の一つかなと思うから、もう私もね、学生を卒業してからだいぶ経ちますけど、リアルに心ちゃん14歳だったりするし、うんうん、その学生を演じるっていうのを経て、やっぱその子たちが経験して見てきた、うんうん、まあ、あの景色とか、あの感動した気持ちとかを一緒に共有するから、はい、それはやっぱ醍醐味だよね。そうですね。だからそういう意味でも仕事をする中で、これから先もずっとこう青春をね、うん、探していくような、なんかこうお仕事ができたらいいなって思った。素敵です。今のお話聞いてて、でも心ちゃんとレイちゃんは同じ学校なので、そうだね、二人の同じ学校のそういう青春エピソードがあったらいいな、ね、なんか見たいな。心ちゃん学校生活の青春エピソードそうですよね。どうかな、ちょっと意味深なセリフとかありますよね。そうなのよ、だからその辺ね、まだね、気になります。描かれてないバックボーンというか、うんうん、まあ、明かされてない部分とかもまだまだアイプラあるから、うんうん、ね、楽しみ。確かに同じ学校だもんね。学校話してほしいわはい、というわけで、今日は青春を探してという、歌詞からトークセッションをさせていただきましたので、ちょっと皆さんもね、ご自身の青春時代とか、そしてアイプラの、彼女たちの青春をね、思いつつこの曲を聴いていただけたらと思います。はい、それでは聴いてください。長瀬琴の川崎さくら、天童瑠衣、神崎梨央で、それを人は青春と呼んだ。Oh,
ゆきもえこです。豊崎あきです。アイドリープライド、こんばんはから始まる物語。ここからはマネージャーさんから届いたメールをご紹介します。はい、こんまるネームタッツーさんからいただきました。タッツーさん、ありがとうございます。あきちゃん、もえこちゃん、こんまるまして、おめでとうございます。あ、こんまるまして、おめでとうございます。2023年、流行を目指していこう今年の気早いけど、うん。はい、今年2023年はうさぎ年ということで、うん、うさぎのようにさらなる飛躍の年になるといいですね。あら、上手。僕も今年は社会人になるので飛躍できるといいなと思いますが、お二人が一番大きく成長したなというのはいつ頃ですか？はぁ、なるほど。え、というか、タッツーさん、おめでとうございます。入社会人ね、大人の仲間入りだね。楽しみ、ね、楽しみ。成長した時、あー、いつかな。私はね、中学生の時にバスケットボール部に所属してたの、はい、さっきの部活の話なんだけどさ、はい、でその時にね、そう、本当これ誰も信じてもらえないんだけど、はい、本当に小学生まで前へ習いの時にもう、前から1番2番ぐらいだった、そう、なんならさ、前へ習いって言った時に一番前の子こうやって腰にピンクついてるじゃん、はい、あれだった時もあるぐらいな。ほんと、でも中学生になって某バスケット漫画を読んで、やーべえ激アツって思って、そっからバスケットを始めて、はい、そこでね、ニョキーと身長が伸びたのよ。そう、そして今に至るって感じだから一番成長したかな。なんか今のエピソードを聞いて、なんでバスケ部に入ってなかったんだろうってそう、でもいいじゃない。そう、さっきのもんね、吹奏楽部でよかったっていう話だからもうよかったんだよ。そうですね。そうよ。なんか萌子ちゃんは一番成長したなと思う時、成長、私14歳の頃から、うん、多分時が止まってるんですよ、自分の中で。14歳の頃と全くほぼ中身が変わってなくて、永遠の中二ってこと？あ、そうなんですよ。おー、いいね、熱くなってきた。いいじゃない、いいじゃない。そうなんです。だから今、成長かと思って、さっきもちょっと部活動の話ありましたけど、ちょっとその多感な時期に、うん、こうなんか、クラスでこう、一つのこう、部屋の中に、あれだけこう、人間がいたら何かが起こるじゃないですか。そういうのとか、まあ、さっきの部活とか、まあ、先生とのなんかやりとりとか、うん、なんかそういうのにもみくちゃにされて、なんかこうなっちゃいました。でもでも別に後悔はない。あ、ないですね。ないよね。ないですね。うん、だったらいいよね。そうですね。成長してるのかな。でもさ、いいんじゃない？ずっと楽しいじゃん。うん、はい、なんかそれだけ一番多感な時期だし、いろんなもの吸収できる時期だと思うからさ、うんうん、その頃の感性って、うんうん、そのまま今も感動していろんなものに感化されるって、素晴らしいことだと思う。じゃあもう、心ちゃんと同じ、うん、心は私は14歳で、これからもやっていきます。ちょっといいじゃない。目指していこう。はい、はい。今日のメールはここまで。こんまるでは引き続き皆さんからメールを募集しています。アイプラに関することはもちろん、私たちへの質問、メッセージなど何でも OK です。詳しいコーナー情報はアイドリープライド公式サイトをチェックしてください。メールアドレスは pip@joqr.net、 pip@joqr.net です。いつでもお待ちしてます。そうそう、私の声が聞けるなんて、実に実に恵まれた一年のスタートを切りましたね。そんな恵まれたマネージャーさんなら、心が言いたいことわかりますよね。リズノワール全員で今度はハワイに行きたいので、またまたお休みください。なんですか、最近のジャパンはあまりにも寒すぎます。寒さに凍えるアイドルなんて誰も見たくないです。最悪ハワイじゃなくても温泉旅館とか、温
暖かくなれるところに行きたいので、お休みの検討お願いしますね。アイドリープライドこんばんはから始まる物語、エンディングのお時間です。今日のコールフロムはこんまるネームひなみどりさんからいただきました。ありがとうございます。ひなみどりさん、やりように心のことをよくわかっておる、もう本当に心ちゃんが本当に言ってる感じが本当ね。もう1月1日全然ガンガン電話してきそうだもんねハワイに行ってるみんなの姿を見たいですね。リゾノワさんの楽しみ、楽しみ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここでアイドリープライドからお知らせです。まずはゲーム情報。アイプラフェスガチャが開催中です。星5レイ、星5アオイが登場しています。星5アイドル出現率が2倍になっているので、この機会にぜひゲットしてくださいね。引き放題ガチャも開催中です。さとみさんがお辞儀をするまで10連ガチャが引き放題です。そして次回のパーソナリティは伊吹渚役の夏目ココナちゃんと赤崎心役の私豊崎明が担当します。うわー、楽しみです。萌子ちゃんからココナちゃんに聞いてみたいことなどあれば。私はですね、そうしましたら豊崎さんとの、エピソードで、こう印象的なものをお話が聞きたいですココちゃんの中で。あるよ。あるんですか？あるけども、あるんですね。あるけど、もう、そう、もうじゃあもうこれだろうなっていうのがあるんですね、ある。私があまりにも最近の JK について知らなさすぎてレクチャーしていただいたの、ここの先生に。だから私はもう2023年ニュー、そのなんか今、若者に流行っていることをココナちゃんにまた伝授していただきたい。じゃあもう来週のコンマルも絶対に聞いてくださいね、マネージャーさん。その時はこういう、こういうピース、なんか豊崎さんのピースはもう古いですみたいな。昔のやつがまたこっちに来たんですよね。そうなの？そうです。なんかこういうピースをやるんでしょって言われて、そうなのってなって驚愕して教えてもらったの。楽しかった。楽しみです。はい、楽しみです私も。本当に2週にわたって豊崎さんとたくさんお話できて、もう幸せでした。こちらこそ。ありがとうございます。もうなんか萌子ちゃんとこうやってゆっくり二人で話すっていうのはね、この機会いただけないとなかなかなかったから、楽しかったし、新しい一面もいろいろ知れました。もうちょっと私のなんか陰の部分が出ていなかったか、ちょっともうそこが魅力ですよ。 ありがとうございます、はあ、楽しかった、楽しかった。ではでは今日はお別れです。アイドリープライドこんばんはから始まる物語、ここまでのお相手は一ノ瀬玲役、結城萌子と赤崎心役、豊崎明でした。マネージャーさん、来週もこの時間は私たちとこんばんはしてくださいね。